国家衛生研究院、中華民国における医薬及び衛生分野の研究機関、苗栗建築南人の新築科学園区に位置する。設立計画は1988年に始動し、国家衛生研究院設立条例に従い1996年に正式に設立された。創設基金は政府からの寄付で賄われており、年次運営の 主な資金も行政院衛生福利部が拠出している。主な研究対象は医学、健康、またはその他の生命科学分野、及びワクチンの研究開発などの関連技術。研究に加え、国民健康保険データベース、統合された医療及び健康研究のプロジェクト、医療専門家のトレーニングのための年間補助金など、いくつかの研究リソースも提供。研究所は、 CGMP 生物学的調整工場を設置し、ワクチン研究及びワクチン研究結果と業界での大量生産との関連付けを担当。1988年に国家衛生研究院の設立の最初の計画は、中央研究院院士の会議で提唱された。計画は1991年12月に始まり、その間に行政院に衛生所の統合医療及び、 医薬衛生鍵研究計画の事業が推進された。1994年7月、台北市人愛路に国家衛生研究院準備ところが設置された。1995年の国家衛生研究院設置条例交付を経て、1996年1月に正式に国家衛生研究院が発足。2004年に拠点を台北から竹南鎮の 新築科技ン区に移転。2020年国家衛生研究院は COVID-19 の検査に関連して PCR 検査を保管する短時間での検査キットを開発したと発表。前身の行政委員衛生所所長及びその更新組織の衛生副理部部長がトップを務めることが慣例となっている。ありがとうございます。